鈴木さん、こんにちは。今日はいい天気ですね。こんにちは、田中さん。本当にいい天気ですね。バーベキューにぴったりの日です。そうですね。ところで、肉はもう準備できましたかはい、肉は準備できました。野菜はどうですか 野菜も準備できました。トマト、ピーマン、玉ねぎがあります。いいですね。美味しそうです。何か他に必要なものはありますかうーん。飲み物はどうですかビールは持ってきましたかはい。ビールはあります。でも、ジュースがないですね。買いに行きますか そうしましょう。近くのコンビニで買ってきます。ジュースを買ってきました。何を焼きましょうかまずは肉を焼きましょう。田中さん、お肉は好きですかはい。お肉が大好きです。でも、野菜も好きです。私も野菜が好きです。バーベキューの野菜はとても美味しいです。 そうですね。焼いたピーマンが特に好きです。私もピーマンが好きです。じゃあ、肉と野菜を一緒に焼きましょう。いいですね。火加減はどうですか火はちょうどいいですね。じゃあ、始めましょう。この肉は柔らかくて、美味しそうですね。 本当に柔らかいですね。もう少しで焼けますよ。いつ食べますかもうすぐです。野菜も焼けてきましたよ。どこに置きましょうかこの皿に置いてください。お皿が足りないから、後で使い回しましょう。わかりました。どこで食べますか このテーブルで食べましょう。風が気持ちいいですから。そうですね。外で食べると、とても気持ちがいいです。はい、本当に気持ちいいです。さあ、いただきましょう。いただきます。これは美味しいですね。うん、美味しいです。バーベキューは楽しいですね。 本当に楽しいですね。また次回もやりましょう。そうですね。次回も楽しみにしています。私もです。今日はありがとうございました。こちらこそ、ありがとうございました。鈴木さん、こんにちは。鈴木さん、こんにちは。 今日はいい天気ですね。今日はいい天気ですね。そうですね。そうですね。ところで、肉はもう準備できましたか野菜はどうですか野菜はどうですか肉はもう準備できましたか 肉はもう準備できましたかいいですね。美味しそうです。いいですね。美味しそうです。何か他に必要なものはありますか何か他に必要なものはありますかでも、ジュースがないですね。買いに行きますかでも、ジュースがないですね。 買いに行きますか近くのコンビニで買ってきます。近くのコンビニで買ってきます。まずは肉を焼きましょう。まずは肉を焼きましょう。田中さん、お肉は好きですか田中さん、お肉は好きですかもう少しで焼けますよ。 もう少しで焼けますよ。このテーブルで食べましょう。このテーブルで食べましょう。うん、おいしいです。うん、おいしいです。鈴木さん、こんにちは。今日はいい天気だ。 ところで、肉はもう準備が。野菜も準備できました。トマト、ピーマン、玉ねぎが。 何か他に必要なものはうーん飲み物はどうですかビールは持ってき そうしましょう。近くのコンビニで。いきます。まずは肉を焼きましょう。田中さん。お肉はい。いですか。 さあ、行きましょう。